はい、シプチャーのイートーに来てます。はい、今ちょうどね、あのバス、スクールバス、コンコルディアのバスが、あの生徒さんを乗せて帰ってきましたね。はい、イートー。まあ、そんなにね、一番新しいのはエル島なんですけども、まあ、ちょっといい島なんでこんな感じ、少し古い、はい、ですけども、ここのね、2階部分、2階といっても1階2階がもう高いフロアで、一番最初の部屋が来る、まあ、1階部分になるんでしょうかね、上ですけど、そこの部屋198平米の部屋が今空いてるので、そこをご紹介しますね。はい、まあ、西洋人の方とかね、結構いっぱいいらっしゃって、やっぱり敷地が広いんでですね、うん、子供さんが走り回っても全く大丈夫な、この安全な広い敷地に中に横たわっている、居住区域と言いますかね、はい、1階部分は、何でしょうかね、Kマートであったりね、ああいうちょっとした、レッドアロンというワインが置いてあるとか、あ、ここは Kマートはないのかな、そういうのがあるんですけども、まあ、この辺近辺必ず1階にはそういったね、コンビニがあります。はい。じゃあこのイートーの、上の部屋ですね。これから、ご紹介しますね。じゃあ今からイートーのですね、2階を取りますね。はい。198平米の広い部屋です。198平米の広い部屋、取っていきますね。結構やっぱオーナーさんがお金をかけてリノベートをしてますので、それを踏まえてちょっと見てください。おそらく同じ間取りはないんじゃないかなと思います。入り口入って台付きのこういうね、はい、収納がずらーっとこう L 字型に並ぶんですよね。すごいですよね。で、入り口入ってすぐにリビングが見えないようにこういうクッションのスペースを置いてるんですよね。この辺ちょっと渋いじゃないですか。クロスがこうね貼ってあるんで塗り壁じゃありません。ここが入り口で、ここから198平米のリビングですね。こんな感じです。はい、今ちょっとね、オーナーさんがいろいろお話しされてますけど、気にせずに撮ってきます。はい、壁面に大きなテレビがあって、ダイニングテーブルが、まあ、1、2、3、4、5、6、7、8人掛け。はい。で、エアコンも大きなやつがついていると。このリビングに面して、1、2、3、3つの部屋が繋がってるんですよね。メインから行きましょうかね、じゃあね、メインベッドルーム。メインベッドに行くまでに、もうこうやって壁面にいっぱいね収納がある。あ、その前にキッチン見ときましょうかね。キッチン、はい、この仕様です。はい、ナショナルの冷蔵庫で、ビルトインのオーブンで、三つ口のクッキングヒーター、電気ですね、多分 IH だと思います。はい、こういうのがこうしっかりついてて、まあ棚に囲まれているキッチンですかね。白い天板があって、はい、まあ、一通りのものは全部揃えてくれてますし、お、浄水器らしきものがあるんですけど、まあ、これはちょっと確認しますね。ちょっと古いですね。ちょっとここ見たら古いですね。はい、きれいにどこまでフィルターの交換とかをやってくれるのか、そこは確認します。で、こちらが洗濯物、洗濯するところですね。はい、洗濯機と乾燥機がセパレートで、はい、クルークで回して物干し竿。あとはここ全部ね網戸つけてるんですよね。だから蚊が入ってこないようになってます。上はちょっと小さめですけども、お湯タンクがあります。はい、こういう仕様になってます。はい、じゃあメインの部屋取っていきましょうかね。はい、こんな感じですね。メインの部屋こっちなんですよね。形は正方形かな、そんな感じですよね。はい、メインのベッドルーム、この奥行きです。はい、ちょっとね、隅にごちゃごちゃとね、オーナーさんここで仕事をしていたんでしょうね。ガラクタはありますけども、これは全部撤去してもらいますし、はい、コーナー出窓と言いますかね、全部に網戸がついてますね。こうやって見れば、はい、こういう明るくしている、まあ、ところどころでね、こういう、うん、ちょっと高級っぽい家具があるんでね、この辺をどうするかなんですけど、はい、これがベッドですね。メインベッド、上はまあシーリングファンが回ってますね。はい、向こうはリビング見えてますよね。はい、棚があって、エアコンがあって、エアコンは 2way、 もちろん冷暖房ですね。
はい、まあ、ここのいいなと思うのはね、こう出窓っていうかね、これ3グループのアパートもこういう感じなんですけど、ここはねこう台があってね、で窓があるっていうね、何でもないんですけどもね、 B グループのアパートはこれないんですよね。ストーンとのっぺら棒でね、上から下まで一面なんですけど、こういうふうに台を作るっていうのがちょっとねやっぱり違うなというか、お金かかってるのか、オーナーがこれをしたのかちょっと分かりません。はい、オーナーがこれ仕様でやったのかちょっと分かりませんが、はい、これがメインベッドルームで、メインベッドルームに通じるバスルームは、まずバスルームに入る前にこう L 字型の収納がずらーっとあるんですよね。はい、まあ、あんまり開けるとあれですけど、まあこんな感じで細かい収納が、まあ、今ガラクタしか入ってませんけどもね、オーナーさん自身もここで別に住んでらっしゃるわけではないので、はい、ちょっとお湯タンクが見えますよね。で、こうあって、ここが構内バスタブがあって、で洗面があります。大きな鏡、上は冬でもねあったかい、電気ですね。まあお湯どうでしょうね、バスタブなみなみってできるのかどうか、お湯タンクはさっき見たような50リットルぐらいなんで多分難しいんじゃないかなと思います。グラスシャワーがあって、ウォシュレットですね、ヒップウォッシャー付きの、ヒップウォッシャーが付いてます。はい、まあ、窓がね当然開きますから、あの湿気飛ばしの風通しも十分効きますよね。これがメインベッドルームです。はい、じゃああと2つのサブベッドルームを見てみましょうかね。オーナーさんが機嫌よくお話をされてますんで、うちのスタッフがね、はい、ね、オーナーさんの趣味でしょうかね。でサブベッドといってもね、十分もうメインベッドぐらいの広さがちょっとあるんですけどもね、はい、ベッドシーツ等は全部ベッドリネンも用意しますので、はい、各部屋に豪華なシーリングファンがあって、全部こうやって、ね、窓はね出窓形式になってるんですよね。これがなんかいいですよね。なんかとっても贅沢な感じがして、で壁面はドーンと棚ですね。これはオーナーさんの後でこう、まあ、しつらえたんでしょうけども、まあ、最初からの仕様じゃないですよね。でサブベッドルームにも洗面、お手洗いとバスタブがあります。こうですね、湿気飛ばしの窓も当然ついてます。こっちはなんか、こっちはなんかこう何もないですかね。はい、こんな感じ。はい、ここも冬は寒い時はね暖かい、結構お金かけてますねオーナーさんね。はい、こんな感じです。これがサブベッドルーム、198平米の3ベッドです。198の3ベッド、はい、全部こんなね、網戸がついてて、ちゃんとね開閉できて、はい、こんな感じですね。おお、閉まらない。あ、後でやりますね、すいません。はい、こんな感じですね。でもう一つですね、もう一つ、こっちか。ここもね一面全部窓と網戸、びっしりと網戸がありますね。でここはもうお子様の部屋だったんでしょうかね、ちょっと小さめの普通の部屋ですね、普通の部屋。はい、こんなね、棚は少し小さめにはなりますけど、棚とでエアコン 2way ですね。はい、まあ棚自身見ると少し古い家ではありますけど、まあ、こういう感じで出窓があって網戸があると。まあ、実際にね綺麗に住もうと思うとちょっとまあ修繕がいるかなっていう感じはします。はい、オーナーさんがずっと住んでるわけではないので、ちょっとまあどうしてもね修繕しなきゃいけない細かいところはありますけど、はい、まあこんな感じです。198平米、まあこれがいくらかですよね。ホームページでしっかりと金額もお見せします。メインベッドルームとサブベッドルームと、あとキッチンにもお手洗いがあるのかな、とバスルーム、3ベッドルームの3バスルームですねっていう仕様ですね。どうでしょうか。まあやっぱオーナーさん、お金持ちのオーナーさんはこれぐらいの部屋を作ってきますね。はい、この間取り、この家具の色調とか、こういうなんかこう趣味に合う方がいればね、どうでしょうかね。はい、金額は確かに、まあ、そんな安くはありません。安くはありませんけど、荷物の多い方々、荷物の多いお客様にとっては、おお、こうか、こうね、はいはい、こうなんですね、こうなんです。こうなってるんですね。
収納ですね。OKOKOK。ここはあの神棚があるみたいですね。神様の棚。まあ、あのもちろん持って行ってもらいますけど。はい、どうでしょうかね。シプチャーにあります E 棟。E 棟ですね。L 棟からちょっと近い。新しい L 棟から少し近い、はい、E 棟のお部屋の、まあ、低層階ですね。まあ、あの1階下は受付エントランス吹き抜けがあって、この下はだから誰も住んでないんでね、少々小さなお子様が走り回っても大丈夫ってい う、まあ、安心感はあります。 E 棟の2階にあります低層階にあります VIP ルームですねのお部屋のご紹介です。